私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のママ友にかなみさんって人がいるんだけど、何かと上から目線で話していて全く楽しくないんだよね。私はできるだけ距離を置いていたんだけど、ここ最近なぜか絡んでくるようになって。今日の態度はさすがにひどすぎる。安い肉は食べたくないからってわざと床に落としたりして。何を勘違いしているのか知らないけど、手が滑っただけだよ。まああんなに安いお肉ばかり出てくるところなんて私知らないから、正直めちゃくちゃびっくりしたけどね。びっくりしたのはこっちの方よ。お店の人もいるのに大きな声でこんな安いお肉食べられないとか、お金がない人はこういうお店でお肉を食べるのねとか、周りのお客さんも店員さんもドン引きだったの気づかなかったの？周りの反応なんか見てられないわよ。目の前のお肉がびっくりすぎて。どうやったらあんなお肉を食べようと思うの？そんなこと言うなら食事会に参加しなければよかったでしょ。失礼なこと言うだけ言って勝手に帰って。参加するなって今なるみさんも言ったじゃない。美味しくないお肉だったから私は家に帰ったの。家に帰る前に行きつけの焼肉屋さんですごく美味しいお肉を食べてきたわ。タンなんてあなたたちが食べたものの3倍の分厚さはあったかしら。本物の美味しいお肉っていうのはこういうのを言うのよ。わざわざ写真まで送ってくれてどうも。興味ないから写真送らないんでいいんだけど。見てこれすごく豪華でしょ。しかもびっくりしたんだけど、庶民の人って食べ放題でベーコンとか食べるのね。あとはウインナーとかたこ焼きとかもあってびっくりしちゃった。そんなものでお腹を膨らませないといけないほどお金がカツカツなの？すごくかわいそうになって涙が出そうだったわ。子供たちが好むメニューがあっていいじゃない。分厚いお肉が好きな子供もいるかもしれないけど、ウインナーとかベーコンが好きな子だっているし、小さい頃からそうやって洗脳していくのね。は？少しでも安いものでお腹をいっぱいにさせて安く済ませようって考え方。私の子供がそんな子に育たなくてよかった。あなたと私たちじゃ住んでいる世界が違うみたいだから、どうぞご自由に自分が好きなものを一人で食べてください。旦那が高級ホテルの経営者だからお金は有り余ってるの。だから美味しいものを食べるのは当たり前なんだけど、よかったら今度ご馳走してあげましょうか。結構です。人からご馳走してもらうのは嫌なので。そんなこと言わずに本当に美味しいお肉ってものを食べさせてあげる。あ、でもそっか、美味しいものを食べてお子さんが安いもの食べたくなったら大変か。じゃあママさんとパパさんだけで集まるっていうのはどう？優しさのつもりで言ってるのかもしれないけど、多分誰も参加しないよ。あなたと一緒に食事をしてもブランド物のバッグとかアクセサリーの自慢ばっかり。正直話していても楽しくないんだよね。ごめんなさい、皆さんの会話に合わせればいいのかしら。でも私庶民のことはよくわからなくて。旦那さんが経営者だからってあんたが偉いと思うな。はい？エセ金持ちっていうか、自分の自慢できるところがないから旦那さんのことを自慢するんでしょ。自分に自信がない人ほど有名人と知り合いだとか旦那がお金持ちとかそういうことでマウント取りたがるもんね。喧嘩売ってんの？先に喧嘩売ってきたのはそっちでしょ。あなたと一緒に食事しても楽しくないってことが今日のことでよくわかった。上流階級とでも自分のことを思ってるんでしょ。ならそういう人たちと仲良くしたらどうなのよ。せっかく仲良くしてあげようと思ったのに、何その態度。本当になるみさんみたいながさつな人って無理だわ。そう思うなら連絡してこないでくれる？多分お互い様で私たち気が合わないみたいだから。あなた知ってるわよ、ゆりさんがすごい人だからってそうやって調子乗ってるんでしょ。は？ゆりさんのやばい噂はいろいろ聞いてるのよ。敵に回すとすごいことになるって噂があるでしょ。その話知ってるのにわざわざ私に絡んできたんだ。今まではそれでおとなしくしてあげてたけど、もう我慢の限界。なんで私が他人の顔色を伺っておとなしくしないといけないのよ。それにゆりさんなんてもう怖くないからね。どういう意味？うちの旦那すごく顔が広くてね、やっぱり経営者しているだけあってお友達がたくさんいるの。警察官の友達だったり弁護士の友達だったり、最近はねヤーさんとも仲良くしてるみたいなのよ。それって大丈夫なの？経営者として
まあちょっとした顔見知り程度だから大丈夫なんじゃない？とにかく今私にはすごい味方がたくさんいるの。あなたが仲良くしているママさんってゆりさんとひまわりさんでしょ？そんな人たちじゃ太刀打ちできないようなやばい知り合いがたくさんいるの。だからこれからはあまり大きい顔しないでね。私別に大きい顔してないんだけど、あなたみたいなドキュンが私に絡んできてユリとひまわりに痛い目合わされてるだけなんだけど。誰のことをドキュンって言ってるの？もしかして私のことじゃないでしょうね。この話の流れで考えたらどうやってもあなたでしょう。私がドキュン？あなたたち自分の価値観で物を語らないで。お金持ちの私のことが羨ましくてそんなちっぽけな言葉で表そうとしてるのね。お店の人や他のお客さんに聞こえるように美味しくないって言ったり、手が滑ったふりしてお肉を床にばらまいたり、やってることドキュン以外の何者でもないじゃない。何度もドキュンドキュン言わないで。私は選ばれた人間なの。綺麗なパーティードレスを着てシャンパンを飲むような女なのよ。そうですかそうですか。じゃあ下界には降りてこないでください。私たちは私たちの中で楽しんでるから。あっそ、もういいわ。じゃああなたと食事に行くことは今後なさそうね。そうしてくれると助かります。何もかも鼻につくんだから。もういいわ、なるみさんとは関わらないから。1週間後。なるみさん、ちょっとお願いがあるんだけど。私にはもう関わらないんじゃなかったの？いや、そのことは本当にごめんなさい。確かになるみさんの言う通りだった。旦那のことで自慢するなんて恥ずかしいわ。私、ちょっと考え方がおかしくなってたみたいなの。やっと気づいてくれたんだ。それで、ちょっとお願いというか、相談というか。何？なるみさんって結構お友達多い？友達？どうだろうな。そんなに多い方じゃないと思うけど。旦那さんはお知り合い多かったりする？旦那は会社の経営者だから、まあ知り合いは多いんじゃないかな。友達とはまた違うとは思うんだけど。それならよかった。ちょっとご相談があってね。今まで金持ちマウント取りまくってたのに、急に塩らしくなってどうしたの？私、考え方を改めないといけないと思ったの。はあ。だからね、本当にごめんなさい。今までのこと。あ、なるほど、そういうことか。そうそう、私ちょっと悪い子だったなって。今まで散々庶民がどうとか私たちと住む世界が違うとか言ってたけど、旦那さんの会社が倒産しそうだから手のひら返してきたってことか。え？なるほどね。それで社長している私の旦那の知り合いを紹介してほしいとか、そんな感じ？なるみさん。わかってるわかってる。そうなんだよね。なるほどな。それで手のひら返ししてきたってことか。意味がわからないと怖いけど、意味が分かってたら全然怖くないね。でも申し訳ないけど、知り合いを紹介することはできないよ。私の旦那の会社が倒産ってなんで。あ、そっか、今はまだ大々的にニュースにはなってないんだっけ。やばい人たちとつるんでるんだよね。なるみさん、こんなところで何言ってるの。そんなこと言っちゃダメよ。ニュースになったらどうせみんな知ることになると思うけど。その前に引っ越ししてとんずらするじゃなくて、なんで知ってるのよ。情報通のママさんに聞いちゃったんだよね。情報通のママさん？ちょうどよかった。その人があなたと話したいってさ。行ってらっしゃい。え？なんか経営者とか知り合いの紹介は？なるみさん、まだ話は終わってないのよ。なるみさん！ゆりとひまわりとかなみのLINE。なるみさんに迷惑をかける人は全員あの世行きです。あの世行きだったら楽だったのにね。実際はもっと怖い拷問施設に送られるなんてかわいそう。どういうこと？それにさっき聞いた情報通のママさんって、ユリのことですよ。ユリは神羅万象、何のことでも知ってるんですよ。そんなことはありません。なるみさんに関わった人やなるみさんのことだけです。はい、私はなるみさんのことが大好きなんです。なので、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なのでもちろんあなたのこともしっかりと監視しているんですよ。なのであなたの家が今やばい状況になっていることも分かっているんです。ちょっと待って、本気で言ってんの？あなたの旦那様の会社が倒産どころの騒ぎじゃないことも知っていますよ。でもやばい人たちとつながってお金を流していたのはさすがにちょっとって感じですよね。そうなの。でも私は関係ないの。旦那がやったことだし私は問題ないよね。捕まったりしないよね。まあ捕まることはないでしょうね。
あなたは旦那様の罪を知らなかったんですから。でも旦那さんのお金を使って好き勝手していたんですよね。それとこれとは話が別よ。それとこれってそんな簡単に切り捨てちゃうんですね。旦那さんのことが好きなら助けてあげるとかないんですか？ないに決まってるでしょ。会社が倒産してお金もなくなって逮捕されるかもしれないような旦那はお断り。私これからどうなるの？なるみさんの旦那さんの知り合いを紹介してもらおうと思ったのに返事ないし。当たり前じゃないですか。なるみさんにはブロックしてくださいと伝えています。ブロック？これ以上なるみさんに関わらないでください。迷惑かけないでください。本当になるみさんって大変な体質だよね。私もそう思います。能天気で食べることが大好きで、災害級のやばいものを操る恐ろしい友人がいるんですから。そんな人がいるの？怖いね。でもなるみさんってそうだよね。やばい情報も過去まで調べ上げて、なるみさんの洋服をくんかくんかしたら鼻血を出しそうな友達がいるんだもん。そんな人がいるんですか？じゃあそいつも裏の施設に送らないと。え？え？何の話してるか知らないけど、とにかく私は早く再婚したいの。なるみさんに迷惑をかけておいて、自分だけ再婚して幸せになれると思わないでください。ユリに目をつけられたら幸せになんてなれませんよ。私はただ思ったことを正直に言っただけ。正直者なの。わざわざなるみさんのいる食事会に参加して、美味しくないお肉だなんだと。それから他のママさんにも洋服がどうとか言っていましたよね。お金持ちマウントを取りまくって周りに迷惑かけまくってますよね。思ったことを言っただけ。そうですか。じゃあ私も思ったままやりたいことをやります。なるみさんに迷惑をかけた人はみんな等しく地獄行き。これが私のしたいことです。ひまわりさん、この人やばいこと言ってるから止めてよ。私もゆりとなるみさんがやりたいことをやって笑っているのが好きなんです。なので止めるつもりはありません。ならいいわ。旦那の知り合いに声かけてもらうんだから。ヤーさんがこっちにはいるんだからね。他にも弁護士が。弁護士や警察ごときじゃユリは止められませんよ。ひまわりは組長と知り合いなので、こっちも総動員で戦いますか？どうなってんのよ、あんたたちの知り合いは。まあ一番ヤバいのはユリさんだけど。さてと、今回のあなたへのお仕置きは。そうですね、どんなものがいいでしょうか？いろんなお仕置きフルコースでいいんじゃないの？だってさ、お肉を粗末に扱ったんだよ。高いお肉とか安いお肉とか関係なく、命には感謝しなきゃいけないのに。そんなことせずに悪いことしたんだよ。それは過去の私で、今の私は違うの。確かにひまわりの言う通りですね。命を粗末にしたあなたの命は粗末にしてもいいですよね。それではあなたにはいろんな最後フルコースと行きましょう。何それ？この世の中にはいろんな死因があります。溺死、焼死、窒息死、圧死などなど、揚げ出したらキリがありませんよね。揚げ出し豆腐？言っていません。それでどうするつもりなの？あなたにはこれらのフルコースを、そしてどれが一番きつかったのか教えてください。フルコースっていうか、一つ体験しただけであの世行きなんだけど。裏の施設にはいろんな機械があるので大丈夫です。疑似体験できるものがたくさんあるので、何度も何度も繰り返しあの世に行ってください。命を大切にできないのですから、あなたの命も同等に扱います。悪魔、魔女、やばい女。否定はしませんし、何と言われても構いません。なるみさんのためであれば。確かにその3つとも当てはまってるもんね。うんうん。あなたもですよ、ひまわり。私も？やだやだ、次の旦那探しどころじゃなくなった。私は絶対に幸せな再婚をするんだから。裏の施設かなんだか知らないけど、絶対に行かないわよ。そんなフラグ立てなくても。逃げることは許しません。ああ。その後、かなみさんの旦那さんは会社のお金を良くない組織とつながって横流ししていたみたい。だから会社は倒産。その後、関係者全員警察のお世話になったみたいだよ。なぜ今回のことがバレたかというと、匿名でリークがあったんだって。これってもしかして、いや、もしかしなくてもユリだよね。かなみさんは夜逃げをするようにこっそり家を飛び出した。そんな浅はかな考えが通用するはずもなく、ユリに連れて行かれて裏の施設に。
何度も疑似的にあの世に行くというきつい体験をしているみたい。体験中は本当に痛みを感じるし、何度も何度も生き返るってどんな気分だろう。考えただけでも怖いし、悪いことは絶対にしちゃダメだって改めて思ったよ。もしみんなの周りにもムカつく人とか悪いことをしている人がいたら教えてね。ゆりとひまわり、そして私はみんなの味方だから。私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。今日は仕事が休みなんだけど、朝からピンポンピンポンとものすごい勢いでチャイムが鳴ったんだ。驚いて外を見てみたら、近所に住む中学生の女の子が立ってたんだよ。まあチャイムを鳴らしたのは彼女の母親だったんだけどね。鳴らすだけ鳴らして即逃げたみたい。ちょっと桃江さん、どういうことなの？なんで娘さんを置いていくわけ？今日は家族旅行なんでしょ？そう、家族旅行だから娘は置いていくことにしたの。でも娘一人で留守番させておくと、うちの両親にバレちゃうからさ。うちの前って父親の通勤ルートなのよ。だから旅行中は水木さんの家で預かってよ。無理だから。え？じゃあ何？うちの娘に夜に電気つけるなって言うの？水木さん最低。ちょっと冷たすぎるんじゃないの？何言ってるのさ。てか家族旅行中だから娘さんを置いていくってどういうこと？だって水木さんも知ってるでしょ？私今年子持ちの男性と再婚したの。知ってるよ。相手には高校生の男の子がいるんだよね。そう、再婚したんだからこれが私の新しい家族でしょ？何それ最低。娘ちゃんは家族じゃないって言いたいの？そういうことじゃないんだけどな。でもまずは私たちがちゃんと家族にならないとね。ふざけんじゃねえよ。え？あんたのやってることは最低だよ。娘さん何したか分かってる？私にママがごめんなさいって頭下げたんだよ。やだ、それって私の子育てがうまかったってことだよね。は？ま、小さい頃はほとんどうちの両親が面倒を見てくれてたんだけどさ。あんたそれでも本当に人の親なの？娘さんがどんな気持ちで頭を下げたのかわからないの？怖い。そんなに怒らないでよ。とにかく今回の旅行で私たちは家族として一歩前進するの。娘はどうせいずれ嫁に行くんだから。娘さんはまだ中学生だよ。ああ、もううるさいな。水木さんのところは娘さん小学生でしょ。うちの子に面倒見させて水木さんも休めばいいんじゃない？私はそんな人もどきみたいな考え持たないよ。ひどい。まあでも許してあげる。私金持ちと再婚して幸せだもんね。家族旅行を楽しんでくるから、あとはよろしく。消え失せろ。あまりのひどさに涙が出るよ。近所に住む桃江さんは最近子連れ同士で再婚したんだ。新しい息子さんとの関係が良好って話は聞いてたんだけど、なんで娘さんをないがしろにするの？今はお金持ちと再婚できて頭がお花畑状態になっているのかもしれないけど、それにしても許せることじゃないね。娘さん本当にいい子でさ、家事もたくさん手伝ってるんだよ。私に何度も謝ってくれて、家に帰ります、電気を使わなければバレないだろうから。だってこんなの許せるわけがないじゃんね。翌日。いや、家族旅行最高だわ。金持ちと行く旅行って最高だね。というか私自身も金持ちになったのか。はあ、人生って最高。桃江さん、娘さんを置き去りにしたくせにご機嫌だね。私は再婚した夫と彼の息子と150万の家族旅行を満喫中なの。玄関前に置き去りにした娘の面倒をちゃんと見てくれてる？もう娘さんはいないよ。え？ちょっと、もう娘はいないって。何それ、どういうこと？大変だったよ。あちこちに連絡したんだからね。児童相談所に、桃江さんの実家に、元旦那さんに。ちょっと勝手に何してくれてんの？は？娘さんを置いて勝手に旅行した人間が何言ってるの？しかも児童相談所って、そんなところ話聞いてくれるわけないでしょ。うちの子は中学生なんだけど。中学生は子供だよ。
何考えてるの？てか実家って。桃江さん、ご両親に知られるのは嫌そうだったからね。まず児童相談所にこういうことがあったって連絡を入れて、その後すぐにご両親のところに連絡したんだよ。家が近いし場所わかってるからね。うちの娘はなんて言ってるの？周りに迷惑かけて。いい加減にしろよ。迷惑かけてんのはお前だよ。は？再婚して頭お花畑状態になってんのかもしれないけどさ、あんたのやってることは最低だから。娘さんはあんたをかばってたよ。そう。でも親子なんだからそれが当然でしょ。娘を置き去りにしたくせに何言ってんだよ。ふざけんな。でもね、子供がこんな理由で置き去りにされたんだから、ちゃんと通報するのは大人の義務だよ。でも中学生なんだから留守番だってできる年齢だし。そうだね。ただの留守番だったら私も何も言わないさ。でもわざと娘さんだけ置いていったでしょ。こんなの見過ごすことはできないね。ちょっと落ち着いてってば。あんたみたいな人間、地獄に落ちればいいんだよ。そんな。私はサクッとあちこちに連絡。娘さんは最初自分は大丈夫だからと言ってたんだけど、おじいちゃんおばあちゃんが迎えに来てくれたら号泣していたよ。そりゃそうだよ。家族旅行なのに自分だけ置いていかれるなんてさ。そして桃江さんの再婚相手も連絡先を知ってる人がいたから、そっちにも連絡してもらったんだけど。ちょっと、夫に連絡したの誰？夫も息子も家に帰るってホテルを出て行っちゃったの。桃江さんの再婚相手と息子さんはまともな人なんだね。旦那さん、電話口で泣いてたって言ってたよ。え？なんで夫が泣かなきゃいけないの？自分が不甲斐ないってさ。桃江さん、嘘をついてたんだってね。娘は部活の合宿があるから旅行には参加できないって。どんな気持ちでそんな嘘をついたわけ？あんた、最低だよ。だって、そんなに悪いことだったなんて思わなかったの。うちの娘は仏頂面だし、ニコニコしてくれる息子の方が可愛いというか。そりゃそうでしょ。気を使ってるからニコニコしてんだよ。そんなこともわからないの？私だって幸せになりたかったのに。何悲劇のヒロイン気取ってんの？幸せになりたいのは桃江さんだけじゃないでしょ。あなたが婚活してる間家事を頑張ってたのは娘さんだよね。分かった。謝るから。謝ればいいんでしょ。私いろいろ後悔してるの。前の夫を裏切って離婚したけど、生活は苦しくなるし、やっと金持ちと再婚できることになって。だからあなたの悲劇のヒロイン気取りの言い訳とか何の意味もないから。私たちご近所なんだよ。あなたが今まで遊びまくってたことくらい分かってるっつーの。あの、それで娘は？娘さんはおじいちゃんおばあちゃんの家で暮らすってさ。新しいお父さんやお兄ちゃんのことは好きだし、新しい家族になれたら嬉しいとは思ってたけど、肝心の桃江さんのことは大嫌い。もう会いたくないってよ。私が産んだ子なのよ。あの後、桃江さんの旦那さんと息子さんがうちに来て謝ってくれたよ。本当は4人で家族旅行に行く予定だったんだけど、直前になって急に娘さんだけ行かないって言われて、その時に旅行自体をキャンセルすればよかったって言ってたっけ。まあでも悪いのは桃江さんだからね。それに娘さんのことをすごく心配してたし、いい人たちなのに残念だよ。1ヶ月後。水木さん、ねえ、私の家族を知らない？桃江さんの家族？よくわからないんだけど。私の両親、引っ越しをしたみたいなの。娘も。そりゃそうだろうね。え、なんで？だって桃江さん、娘さんの通う中学校にまで行って娘さんに会おうとしてたでしょ。本人は嫌がってるのに。でも私はあの子の母親なんだから。だからといって学校にまで来られたら嫌に決まってるでしょ。娘さん相当嫌がってたよね。なんで彼と息子もいなくなっちゃったし。ああ、スピード離婚したんだってね。てか桃江さん、前の旦那さんと離婚した原因嘘ついてたんでしょ。悪いのは桃江さんだったのに元旦那さんが悪いって。だってみんな普通そう言うでしょ。金持ちの男と結婚できるかもしれないってチャンスだったんだから。お金目当てで再婚したの？それだけじゃない。いいところに勤めてて権力あるし、
息子だって私立高校の生徒会長で、そのまま私立大学に進学する予定だったし、私の憧れたセレブ家庭になるはずだったんだから。そこに娘さんはいなかったの？娘だってたくさん勉強していいところに入ってくれれば。そもそも桃江さんは何様のつもりなの？あなただって普通の人じゃん。でも私は金持ちと再婚できたもん。それある意味結婚詐欺みたいなものでしょ。嘘に嘘を重ねまくってたって話じゃん。だから少額とはいえ慰謝料を払わされたんでしょ。わかった、もうわかった。諦めればいいんだよね。でも私には娘が必要なの。これからまた働いて生活していかなきゃいけないし。そこになんで娘さんが必要になるの？養育費がもらえて家事もやってもらえるから。高校生になったらバイトして全額家計に入れるようにって約束させられてたって言ってたけど。あいつそんなことまで言ってたの？おしゃべり女最低だって。てかうちの両親娘の父親と連絡を取り合ってたっていうの、これだって裏切りでしょ。もし私が桃江さんの母親だったら同じようにするかもね。てかもう諦めなよ。娘さんはこれから幸せに暮らしていくんだから。あ、私の幸せはどこ？知るかボケ。ひどい。その後桃江さんは誰からも見放されたよ。というかようやくという感じかな。もともと問題のある人だったんだけど、みんな娘さんを心配して桃江さんとの関係を切れないでいたんだよね。だから今回娘さんが祖父母に引き取られることになって、桃江さんは周りから関係を切られることになったんだ。もう完全に空気状態。結局引っ越していったんだけど、今までは養育費をもらったり娘さんが手伝ってくれていたからね。一人だけの生活は相当大変みたいだよ。知るかって話だけど、娘さんは祖父母と暮らしながらお父さんとも交流して幸せだって。千秋はこの娘さんにお手紙を書きたいらしいから便箋買ってきたよ。にゃにゃ丸みたいな猫の柄かわいいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。